皆さんこんにちは、チャクバスです。本日は、ANA マイルをね、コンスタントに貯めていく方法ということで、先日ね、セゾンアメックスプラチナビジネスカードをね、クレジットカードの動画を出させていただいて、本当ね、たくさんの方に見ていただいて、本当にありがとうございます。私自身すごい嬉しいです。で、その動画でもね、ちょっとあれも、実際ね、需要があるかどうかがちょっとわかんなくて、私自身が。その、ポイントサイトの案件っていうのを私初めて紹介したんですけども、この、なんていうんですか、ポイントサイト自体の案件、ANA マイルを貯めていく上では実際にやっていかなきゃいけないんですよね。でも、実際にこれをやる、なんですか、これを紹介するなんですか、動画っていうのが、果たして需要があるのかどうなのかわかんなくて、とりあえず一回出してみようっていうことで作ったんですよね。で、結構ね、再生していただいて、本当に嬉しいことに。で、ちょっとね、こういうのもね、今後作っていこうかなと思っています。で、今回は、ANA マイルを貯める上で、コンスタントに ANA マイルを貯めていく方法ということで、その、クレジットカードとか、ポイントサイトにはクレジットカードとか銀行の口座開設、FX の取引、不動産投資とかね、すごいポイントがもらえるとかね、結構ありますよね。そういうのは全部そうなんですけども、基本的に1回、人生で1回、クレジットカードの場合はたまーにね、2回できたりとかね、するんですけど、基本的には1回ですよね。じゃあ、今言った、クレジットカード、FX とか、口座開設系、銀行とかですね。あとは、不動産投資とかもそうなんですけども、基本的に1回しか利用できないですよね、人生に。じゃあ、その後、何するか。何してマイルを貯めていくかっていう時に、私がお勧めしたいっていうか、私がやってる方法ですね。グルメモニターですね。グルメモニター。もちろんこの話もですね、私の ANA マイルを貯める集中講座っていう、再生リストにね、全部入ってる話なんですけど、その時ね、まだね、仮面をしてたんでね。で、全部テキスト動画になってるんで、そっちの方がわかりやすいっていう方は、そっち参考していただければなと思うんですけども、グルメモニターっていうのは、飲食店の、覆面調査員として飲食店に行って、それに対して利用しますよね。1万円かかったとしますよね。それに対して何%かをポイントバックしてくれるっていうのがグルメモニター案件です。グルメモニター案件がね、何がおすすめかというと、ポイントサイトのポイントのパーセンテージが高いのももちろんあるんですけども、繰り返せるんですよね。一度で終わる案件じゃなくて、また、一回、今日行ったとして、またね、1ヶ月後とか2ヶ月後とかに利用できるんですよね、この案件自体が。っていうことなんで、コンスタントにね、利用できるんですよね。このグルメモニター案件っていうのは。私にとって ANA マイルを貯めるっていう意味では、この継続的にね、やっていける案件として一番おすすめなのがこのグルメモニター案件なんですよね。じゃあ実際に、利用するっていうのは、どうやってやるかっていうと、ポイントサイト、先日ね、アメックスプラチナビジネスカードをね、EC ナビで紹介させていただきましたんで、今回 EC ナビの話でさせていただきますけども、EC ナビだと、ポンポモニターっていうね、ちょっと可愛らしいモニターの名前がついてるんですけども、そちらから入っていくと、お店がバーって出てきてね。で、何ポイント、何%還元しますみたいなのが出ています。で、それで、そこから応募します。そうすると、落選か当選かが決まるっていうものがあるんですね。で、これで、当選すると実際に利用して。で、写真を撮ってきてくださいみたいな、そういうのもたまにあるんですけども、あとはアンケートを答える。あとはレシートを携帯の社メールで取って、送る。それで、利用金額の 30% から、多いところでは70とかね、100とかね、たまにあるんですけども、それで、1万円使ったとしたら、30% だったら3000円分、50% だったら5000円分、みたいな感じで、ポイントとして返ってくるっていうものなんですよね。これがですね、少人数だと、そこまでではないんですけども、これがね、4人とか5人とか大きめの人数で利用した場合は、本当に一撃でね、結構ね、多めのポイントがバックされますんで、現金、もちろんね、それもらえるポイントも、現金でももらうこともできますんで、まあ、ポイントでもらう、現金でもらうか、ANA 周りにポイント交換するかは、まあ、その人の自由なんですけども、まあ、現金でもらったらね、ただ飯みたいな感じになりますんでね。まあ、それが、グルメモニターっていう案件なんですよね。で、このグルメモニターの案件自体は、もともとファンクルっていうポイントサイトから、まあ、基本的にその案件が流れてって、この各ポイントサイトに振られてるんですけども、まあ、このファンクルっていうのと、他ポイントサイトっていう感じで、その、グルメモニターの、ページに行くと、基本的に上にファンクルって出るんで、まあ、ほとんどね、ファンクルの案件が出てるだけだと思うんですけども、じゃあその、ファンクルの方がじゃあいいんじゃないって皆さん思いますよね。まあもちろんファンクルでも、他のポイントサイトでもね、まあ EC ナビとでも全然どっちでもいいと思うんですけども、ファンクルの場合は、まあもともと大元っていうものが、っていうのもあって、案件がちょっと多かったりします。まあこの他のポイントサイトにはないモニター案件が、このファンクルにはね、あったりします。まあこれはね、地域とかによって変わるかもしれないんで、まあちょっと一概には言えないかもしれないんですけども、私がね、普段利用している街とかだと、ファンクルの方はちょっと案件が多くて、ちょっとこっち側の方が少ないっていう感じですかね。まあでも、ほとんどファンクル、利用してない。ほとんど利用してないですね。たまにファンクル使うかなぐらい。まあ、その、普通のポイントサイトで普通に案件あるんで、そっちでいいかなと思って、そっちで利用して、まあもしなかったらファンクル使うみたいな、使い方をしています。で、そのファンクルの場合、先ほど言った通り、ちょっと案件が多めって言いましたよね。それ以外にも、独自でね、やってるのがありまして、100% 案件っていうのがね、ファンクルには結構あるんですよね。100%。だからもう5000使ったら5000返しますっていう案件があるんですよね。じゃあみんなそれやりたいなと思いますよね。私も思ったんですよ。最初の方ね。お勧めしてないです。全然お勧めしてない。ちょっと本当にこれね、本当に私が経験したことで、本当に個人的見解なんですけども、この 100% の案件っていうのは、競争率すごい高いんですよね。まあ、それはそうですよね。皆さんね、誰だって 100% でお金が返ってくるんだったら、そうしたいじゃないですか。っていうのもあって、競争率がまず高いのと、あとね、日付、私が2、3回やった時だと、日付がこっからここまでみたいな、本当に2、3日ぐらいしかないんですよね。行ってくださいっていう日が。っていうのがあって、あ、ちょっと行きづらいなと思ったのと、モニターって基本的に応募して、私がまあ応募者だとすると、応募して、ポイントサイト側があなたは当選、あなたは落選みたいなのを決めて、当選した人しか行けないんですよね。ですので、その 100% の案件も当選した人しか行けないんですよね。で、普通のポイントのグルメモニター、普通のポイントサイトのグルメモニターは、その場で落選か当選決まるんですよ。わかりやすいですよね。あ、落選した、当選した、みたいな。その 100% の案件って、すぐ結果出ないんですよ。じゃあ、いつ出るんだと思うじゃないですか。僕2、3回やったんですけど、全部前日だったんですよ。使いづれ。そうだったんですよね。ですんで、まあお店も利用できなければ、その、モニターでいけるかどうかもわかんないみたいな、っていうのがあって、ちょっと利用しづらかったんですよね。でもそれを2、3回やって、2、3回ともそうだったんで、あ、もうちょっとやだなと思って、その 100% の案件っていうのは私はもう利用してないんですよね。まあちょっとこの、まあそれもね、私が使ってた時の制度だったんで、まあ今改善されてるかもしれないんで、ちょっとわかんないんですけども、まあ私としては別に、そこまでその 100% の案件にこだわらなくてもいいんじゃないかなっていうのは個人的見解ですね。まあこれからね、ANA マイルを貯めようってしている方で、もしね、ポイントサイトの案件で、まあコンスタントに食べたいっていう方は、まあぜひね、グルメモニターね、おすすめなので、まあもしやっていただいて、まあ EC ナビでやるのも一つやって、まあファンクルでも一回やってみて、まあ、ファンクルでもいいやと思えばね、まあファンクル続ければいいと思いますし、まあ EC ナビでいいやと思ったら、まあ EC ナビでやられていいんじゃないかなと思います。まあ基本的にこれで、まあ 30% が 50%、70% ぐらいが、ポイントで返ってくるので、まあ仮に1万円払ったらね、3000円、5000円、7000円。まあ5000円取れただけでも結構なマイナスになりますもんね。それが1回の飲み会でってなったら結構いいですよね。だから月に2、3回とかね、3、4回とかね、飲みに行かれる方は、まあこれだけでね、月1万マイルも全然夢じゃないんですよね。まあ今回はね、ポイントサイトの、まあ実際にね、コンスタントにポイントサイトで、ポイントをね、稼ぐやり方、まあそれはまあ ANA マイルをね、稼ぐやり方を、紹介させていただきましたけども、まあこれもね、ちょっと検証させていただいて、まあ前回はね、結構、ポイントサイトの中でも結構大きめの案件で、しかもクレジットカードで、しかもね、プライオリティパスがね、1年間無料で使える、セゾンアメックスプラチナビジネスカードだったんで、まあ、今回はね、ちょっと本当にポイントサイトのがっつりしたね、利用の仕方だったんで、もしね、これももし再生数がね、結構取れるようであればね、こういうのもね、また紹介していきたいなと思っております。まあ、ちょっとね、皆さんもグルメモニターやってみていただいて、まあ、ちょっと面倒かもしれないんですけども、実際にやると。でもですね、ちょっとこの面倒さえ、乗り越えられれば、ANA マイルっていうのはね、結構コンスタントに毎月貯めることができますんで、おすすめとなっております。この動画役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。